皆さんこんにちは、西川瑞希です。今日はじゃーん今私がやっているメイクのご紹介をしたいと思います。最近ね、AW のお洋服も発売されたりしたんですけど、コスメの方も秋の新作がすごいたくさん続々と新発売していて、でもあれもこれも可愛いと思ってすごいね最近チェックしてたんですよ。でその中でも特にビビビッときたアイテムをいろいろねブランド別でかき集めて、もうこれだっていうアイテムを使ってメイクをしていきたいと思うので、ぜひ参考になれば嬉しいです。特に私的にはこのリップのカラーとかがすっごいくすみ具合とか色味が絶妙で、これがねおすすめなのと、あとアイカラーとかも、フェイスパウダーもな、ハイライトとして使ったチークとかもすっごく可愛いので、全部おすすめかななのでぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではスタート。まずね今日のネイルなんですけど、ネイルもね新作でこちらの RMK のやつをつけました。かわいい。こちらもねちょっと温かみのあるオレンジっぽいカラーなんですけど、すっごい綺麗でかわいいです。あと RMK のねネイルはね、このツヤ感とかもすごく綺麗で普段からも大好き。アイシャドウはね何を使おうかなと思ったんだけど、じゃーん、こちらのアイシャドウのパレットを使っていきたいと思います。これもねまたまた可愛くて、パカって開けた時がねものすごく可愛くって、いきます、パカッ可愛い可愛い。今日はねちょっとこのゴールドイエローっぽいカラーと、あとはちょっとグリーンのカラーとかを使っていこうかなと思います。あと使うとしたらブラウンかな、ここら辺か、ここら辺で仕上げていきたいと思います。ちなみにこのパレットね、あとちょっとピンクっぽいカラーのパレットもあって、これね6種類だったかな、5種類だったかなぐらいカラーがあるんですけど、どれもすっごく可愛くて捨て色が本当にないパレットで、今日はこれを使っていくんだけど、そのねピンク系のカラーもすっごく綺麗でおすすめです。まずこの色、指でアイホール全体にのせます。うん、綺麗。今期のね秋の新作は結構モード系のカラーが多くて、すごいねどれもね綺麗な色がたくさんでした。だからちょっと今日はねその中のお気に入りを選ぶってことで、すごいね悩んだんですが選抜してね選びました。下にも同じカラーをのせていきます。ここに全体にのせました。色味はこんな感じです。そしたらさっき言ってたグリーンのカラーをまた指に通って、グリーンってね意外とね難しいようで、つけてみると簡単で、例えばブルーとかあとグリーンとかもなんですけど、ベースに、まあ、今日はちょっとイエローゴールド乗せたんですけど、ベースに淡いブラウン系のカラーを下に塗ってからその上に重ね付けをしてあげたりすると、すごいね発色も柔らかくなって、あと目にも馴染んでくれて、そういう付け方もねすごくおすすめです。で私は今日は目尻の方にここら辺に少しぼかしながらふわーっとのせていきます。塗り方としてはこっちからこう塗るんじゃなくて、外から内にこう塗っていきます。そうしてからこっちの塗っていたカラーと少しこうぼかしながらなじませていく感じ。もうねがっつりのせたいというよりかはニュアンスなので、これぐらいな感じ、わかるかな、かわいい。ちょっとポイントになるというか、ほんのりねわかるぐらいがねすごくかわいいです。全然ね筆で塗ってもいいんですけど、ちょっとねこのパレットのアイシャドウが少しだけしっとりしてて、指でこう塗ってあげると発色がすごく綺麗だったので、私は指でのせてます。そしたらやっぱりこれがあまり濃すぎないので、これを目の下の目尻側にのせていきます。
もう本当に少し、あんまり濃すぎるとあれなので、本当に少しだけ塗ってぼかす感じ、これぐらいかな。そしたら次アイライナー引いていきます。でアイシャドウもビアミになるから新しいのが出て、こちらなんですが、今日はねこのブラウンのカラーを使っていこうと思うんですけど、これすっごい滑らかで描きやすいんですよ。そしてね、全然取れないの。すごくないですか、これ。こすってもこすっても取れなくて、こうね、取れやすいのだと目のところがにじんできちゃったりとかすると思うんですけど、私は結構にじみやすいタイプなので、なるべくにじまないでつけれる、だけど柔らかくつけれるアイライナーが好きで、でこれはねすごく私の中でヒットでした。で粘膜を埋めて、ただ反対側も埋めます。でそしたら上にも引いていきます。もう細めに毛と毛の間を埋めるくらい。なんか今日もね一日中雨で、最近雨ばかりでね、ちょっとドヨーンとしてるんですが、なんか私ね低気圧とかで結構頭痛きちゃったりとか、台風の前とかね、雨の日の前とかは結構ね頭がちょっと重くなっちゃうタイプなので、ちょっとそこだけね辛いので、そういう時はあんまり無理せずにゆっくりお風呂に浸かったりとか、頭のねマッサージしたりとか。OK。 次にチークカラーとフェイスパウダーがね、これまたねすっごく可愛くて、ボビーブラウンのなんですけど、じゃーん、可愛い。これもねすっごい可愛くて、これがピンク色のも、これも持ってるんですけど、結構最近はピンクのものを使うことが多かったんだけど、今日はちょっとこっちのね、これはピーチグローっていうカラーなんですけど、こっちのカラーを使っていこうと思います。まずこれをチークにのせて、これをハイライトみたいな形でのせていきます。大人っぽくここら辺に、大人っぽくここら辺に、お肌に馴染んでくれるようなカラーです。最近秋コスメたくさん出てるから、いろいろ気になってるものも他にもあるんだけど、皆さん何かゲットしたものありますか？なんかあったらぜひ教えてください。なんかおすすめとかあったら。でここら辺にハイライトのせます。カメラだとね見えてるかわかんないんだけど、ここら辺にも塗った。すごいね、実際見るとツヤが本当に綺麗で。で最後リップなんですけど、このリップがまたまたすっごい可愛くて、これねすっごいおすすめかもしれない。じゃん、 RMK のこれは新作です。いくつかカラーあるんですけどね、中でもこのカラーがねすっごい可愛くて、こんな感じ、色味はこんな感じです。すごい深みがあるんだけど、なんかカジュアルになりすぎずに女性らしくつけれる、ちょっと色っぽい感じの色味で、これはもう一塗りするだけですごくねメイクに深みと、なんだろう、なんかグッと締まる感じが出て、あとおしゃれ見せできるし、すっごいおすすめなんですよこのリップカラー。いろんなメイクにもね合わせやすいし。でそのまま塗っちゃいます。かわいいこの色、トロトロってツヤもあるし、塗り心地もすっごい好きです。うん、いい感じできました。なんか今日はね最近使ってるコスメをいろいろこうかき集めて、選抜したコスメでメイクをしてみたんですけど、いい感じに仕上がりました。なんか実はねこのカラーではメイクまだしたことがなくて、それぞれコスメで違ったメイクはしてたんですけど、いろんな最近の新作コスメをギュッと集めてこうメイクしたのがこれが最初だったので、すごくいい感じに仕上がって嬉しいです。ちょっとこれも撮ろうかな。いい感じ。いい感じ。今日はちょっと新作のシェリーモナのワンピースと一緒に合わせてみたんだけど、これはねちょっと包帯のワンピースで、柄もねすごく可愛くて
ちょっとオレンジっぽい中にグリーンとパープルとかも入っていて、すごくね綺麗な色味で可愛いです。あとね、ちょっと今全身見せられないからあれなんですけど、着た時にスカートが2段になっているので、歩いた時にそれがふわっふわっとすごい綺麗に揺れて、そのふわっと加減とかもすっごい可愛いので、これはね秋の AW の新作なんですけど、よかったらサイトの方を見てみてください。あとね、今すぐに着れる夏物のセールとかもすごい大好評なのと、あとノベルティフェアもやっていて、そのノベルティもすっごい可愛くて、なんとねキャミソールのねルームエアなんですよ。それがノベルティなので、それもよかったら見てみてください。はい、こんな感じで今回は秋の新作コスメを使ってメイクをしてみました。皆さんいかがでしたか？でどれも本当におすすめで、もちろんねおすすめなんですけど、それぞれカラバリも他にもあって、色味もねこれだけじゃないので、もし気になるよって方とかはブランドのねサイトだったりとかインスタだったりとか、ぜひ見てチェックしてみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。